その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき聞いたで、踊れの子分に手あいとるようやの錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいでやっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうややったら、そんな連中選ぶはずないやろが。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どこ目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。片木にでもなれや。おい桐生、こいつを見てくれ。これは今朝東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨、死因は頭部挫傷および出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか？何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか？これはどうした？この辺りよく見てくれ。小さく「歌」って文字が見えないか？ああ、こいつは2代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の名を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が？ああ、俺の背中も掘ってくれた。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら、はるかには酷だ。あいつには伏せておく。ああ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。What's up, everybody? Welcome back to the Game Channel. I'm AJ Gels. Welcome back to Yakuza Kiwami. Tate-san, ore's crime no sei de yonka ni tobasareta. Oh, how's it going, dude? 高のどつき合いにしようや。そう来ると思った。さすがや。せや。まだな、キルちゃん。おもろいなあ。Oh, Majima, you crazy bastard. Where am I going? And you know, I keep saying this. I like how at the beginning of these chapters we kind of get to see how Nishiki became who he is in this game. I like those moments. They're a little... I think it breaks the flow a little bit, but at the same time, I like the... I like how they're trying to explain how he kind of became a giant dickhead. It's about the best word I can think of to call him. Yes, apologize to me. I am the greatest. Yeah, it's because Majima's a crazy bastard. 強すぎんだろう。お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れか。どうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねえって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時、セレナで会おう。桐生、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か。お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と？甲賀を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて龍門に入る。龍門を登り切った鯉は龍に生まれ変わるんだ。奴は龍門を登り切ろうとしている。最後に龍になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。Alright, well, before we do that, actually, cell phone, Nishida. The Shine Club hasn't got any camera, blah, blah, blah. Let's see here, that's... Alright, sweet, it's actually right around the corner. This is something that involves... Alright, I'm back. That was a big waste of time. Apparently you have to do other crap to trigger that. Whatever. So it's more Majima being well, him. Bam. There we go. Finally, something I can sell. Nishikiyamaがここに? ああ。Harukaは登場会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。サイの河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ。私。どうしたの、Harukaちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのに、なんで連れて行ってくれないの？私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、Haruka。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。Haruka、桐生はな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。Haruka、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも、私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら、私もそうする。さよなら、Harukaちゃん。Haruka。聞き込みでHarukaの足取りを追うんだ。Follow her trail. What trail? Okay. Kiryuさん、やっぱりご無事だ。あれ？でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何？あ、はい。すぐそこのゲームセンター。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。おお、なんか酔っ払った怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。And I have a strong feeling that this kid we're chasing, like through all these rumors or whatever, is not going to be the kid we're looking for. I don't know why I have that feeling, I just do. I'll take that. お前少女を見なかったか。酒持ってこい。おい、小さな。うるせえ。酒だ。酒持ってこい。お前少女を見なかったか。酒持って。どうも。おい。酒持ってこい。おい。小さ。うるせえ。酒だ。酒持ってこい。おい。おい。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ。酒だ。酒持ってこい。おい。すいません。さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらって行きました。どこに行った？どこかの公園とか。Okay, I don't get... Did I just have to sit there and threaten him a few times? What the fuck was that? There's gotta be a way to boost his stamina. Yeah, stay away from me. No! No! Okay, they ran away. Whoa. Haruka, where is she? Kiryuさんに伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。So what was the point of the goose chase? ここはスターダストじゃないか。どういうことだ？Really? Right across the goddamn street. お待ちしてました桐生さん。はるかは無事なんだろうな。はるか、くそ、うん、和樹たちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばはるかを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。はるか、すまない。What is this, a John Woo film? 伊達さん、無事か？いや、はるかが、くそ、浅井が腕を打たれた。Oh, goody, they have guns. Stop it. Let me take out your friends before I fight you. Stop guarding, you piece of crap. Totally missed that drop kick. Okay, now it's just me and the big guy. He moves too quick. Jeez. Just giving myself a little boost. There we go.お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい、答えろ。俺たちはハルカ、大丈夫か？出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ。ごめんね。私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか？水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか。そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ、嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれごとするのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。桐生、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん、須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい？私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。桐生、まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあってつらかっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だが遥は傷が。傷は浅い。それにあの子にとっちゃ玉の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。分かった、よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか？もう全然平気だよ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って。 Alright, we're gonna close this one out here, guys. Thank you for watching. Facebook, Twitter, the website, minds.com. Links, all that stuff is down in the description below. Please remember to like, comment if you're not already. Please subscribe to the channel. Stay tuned for more next time. But until then, I'm AJ Gels. This is the Young Thug Game Channel. I'm out. 中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り。どうしたの？